あれじゃあ実戦で勝てないわよ、キリランシェロ。わざと負けてやったんだよ。じゃないとアザリンの機嫌が悪くなるからさ。ふーん。じゃあここでもう一戦やる？ダメよ。あら、ティッシュ。風紀委員からの警告よ。チャイルドマン先生の留守中に問題を起こしたら鞭打ち100回。いいわね、アザリー。いとこなのに容赦ないわね、レティシャ。ん？あれ、誰もいない。先生は？先生はコルゴンと遺跡調査よ。フォルテは？フォルテは図書館。まったく、フォルテは室長なのに。他のみんなは？ハーティアとコミクロンは遅刻。先生がいないとすぐこれなんだから。まったく困ったものね。あなたこそクラス1の困りものよ。これ以上問題起こさないでね。はいはい、わかったわよ。おとなしくしてればいいんでしょ。あ、どこ行くんだよ、アザリー。懲りてないわね。世話が焼けるんだから。本当だよね、昔から全然変わってないんだから。あんたもよ。私を困らせたらただじゃ置かないからね。わかったよ。見回りに行ってくるわ。ティッシュだってしょっちゅうアザリと喧嘩してるくせに。キリランシェロ聞いてよ、今日別のクラスの女の子とさ。ハーティア、あなたにも警告よ。今後他の女子生徒に近づくことを禁じます。なんで？もし半径5メートル以内に接近したら1回につき10分間の逆さ釣り。いいわね。ティッシュ、あんまりだ。お前が手当たり次第女子に声かけるからだよ。好きになっちゃうんだから仕方ないじゃないか。大変だ。ボンチッドもよ。廊下を走るのはやめなさい。いいことすると気持ちいいわね。生きてるか、コミクロン。一体今度は何の騒ぎだよ。二人とも早くこっちに来るのだ。天才の成した偉業にガッツポーズせよ。止まれ。あれはコミクロンの人造人間？大惨事じゃないか。放ってないで止めろよ。無理だな。無理ってどういうことだよ。まだ制作中だった戦闘用機動兵器バージョン2が突然動き出したんだ。幽霊の仕業か？わからない。でもどうにかして止めないと。よし、僕がやる。風よ。このままじゃ校舎が。我抱き止める。ジャジャウマの舞。一体何事？ちゃんと説明してもらうわよ。すごいぞ、キリランシェロ。俺の人造人間をあっという間に止めちゃうなんて。さすが鋼の後継キリランシェロだ。大げさだよ、コミクロン。ふーん、鋼の後継者ね。